大好きにかける歌舞伎ものうなぎさやかです。そう、福ちゃんです。今日はね、はい、9.2 の自主工業が終わってしばらくね、はい、アルバイトしなかったんですけど、また東京ドームの信頼貯金に向けて今日からまたアルバイトしていきたいと思います。お願いします。はい、今日は何ですか。今日はですね、スポドリという施設が東京ドームシティ内にありまして、はい、まあ、ここはバッティングセンターとかボルダリングとかゴルフができることとか、屋内でいろんなスポーツを楽しめる施設なんです。そんなとこあった。今日は、ここでまずうなぎさんにボルダリングとかバッティングを体験してもらって、おー、やりたい、やったことない。ゆくゆくはやったことない人たちに教えるコーチとして、はいはい、おー、はい、なっていただきたいなと思って。コーチなんか、はい、お給料ちょっと良さそうね。そうですね、コーチですからね。おー、なので今日は一回実演研修という形で。研修？そうですね、まずは研修から始めましょう。スポドリの制服に着替えてもらって、はい、研修から行ってみたいと思いますので、はい、お願いします。じゃん。お、スポドリの制服が似合いますね。似合いますか、コーチっぽい。そうですね、コーチっぽい。コーチを目指すためには、うん、まあ、うなぎさんがどれだけまず運動できるか、ちょっとテストをしてみたいなと思います。マジかよ。ここに動体視力を測れる機械があります。お、一番苦手ジャンル。うなぎさんのステージがどこまでいけるか、ちょっと一回この動体視力の機械で測ってみましょう。30秒ね、OK。 ではお願いします。いきます。30代普通の結果。え、ちょ、もう一回やりたい。え、もう一回いきますか。え、でも今日の最高とかね、30。もう一回やりたい、もう一回やりたい。諦めない、多分これ一番大事なの、諦めないこと。途中でやっぱ人は心折れちゃうからさ。さやかとか一回総副業やってよ。いやー、行きますか。すごい。え、おじいちゃんに負けた。勝ちました。え、マジ、すごくない。え、じゃあもう一回やりたい。もう一回やりたい。待って諦めない。今36。あと上がってる。え、ちょっと待って。うわー、悔しい。これえぐいわ。ちょっと、はい、あー、悔しい。いや、嬉しいもんです。コーチです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。え、コーチはもう全部いけますか。私は3級の3級くらいです。1級、7級、5級、6級、5級、4級で3級が半分ぐらいできたりできなかったり。めっちゃすごい。なんかフカヒレみたいなのくっついてるわ。フカヒレじゃない。すごい、カメがいたりとか、こっちもバットがあったりとか。クロワッサン楽しい。はい、一度試しに登っていただいてよろしいでしょうか。これ、じゃあ、はい、両手持って足を上げてもらって、でスタートです。左手で手を出して、右足上げて、左足上げて、こちら右足上げて、左足も上げてもらって、で最後ゴールのホールド、両手で1、2、3、はい、クリアになります。イエーイ。はい、こちらがいつの内容。いつなんだこれが、はい、次の難易度もやられて。次やりたいです。
入ったら次がピンクの7球。はい。スタート。うわ、めっちゃ筋肉痛がちょっとあれだな。で、足上げをコース。あ、飛ばしても大丈夫です。行きます。おお、1、2、3、はい、じゃあ1回やります。はい、緑のやつしか踏んじゃダメ。踏んでも触ってもダメ。なるほど。はい。え、できるかな。あー、これ絶対筋肉痛くるよ。左足を上げてもらって、で、こちらを。あれ？最初手で取ってから。はい。で、両手で持って、で、左足と右足を入れ替えます。こちら右手で持ってもらって。こう。そうです。右手で持って。1、2、3、はい、クッキーホールやります。あっ、うわっ、やばい、絶対やばい。で、どんな感じですか？なんかもう前腕やばいです。え、この次って どれですか？が5球になるので、この黄色いこれか。これで足が、あ、これやばいかも。うわ、これやばい、やばいの。右足で左足、左手がここで取ります。こちら取って、足どこ、足をこれ、あ、ここです。あ、これ無理だ、これ無理だ。右足遅れます。ちょっと待って、届けないよ。いや、これきつい。あ、これ無理だ。あ、これ無理だわ。いや、もう右がやばい。引き切れる。ほら、うわ、やばい、マジいった。いや、もう無理だ。いたー、パワーでいっちゃった。でもコーチの素質があるから無理だ、気合でいけって言っちゃうわ。いよいよコーチデビュー、私やっぱ厳しいんで、厳しく指導していきましょう。指導していきます。なんかイチャイチャしてんな。今日は初めてですか？初めてです。おお、初めて。あ、じゃあやり方もわからない。全くわからない。お、じゃあ今コーチになったばかりの私が教えます。お願いします。ありがとうございます。お願いします。水色からいきましょう。これ両手掴んで、このティン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 で、これゴールなんで、3秒止まってパンで決めが終わったらゴールです。何さんですか？山本です。山本ちゃん。はい。柴田、かわいいな、柴田。じゃ、山本ちゃんと柴田の挑戦。どこ足を押さえますか？足は自由、足はフリースタイル。お、1、2、3、あ、決めてきた、決めてきた。余裕ある。まだ余裕ありました。あ、すごい。じゃあ次、はい、柴ちゃん。何もやってない。あ、じゃあ、あの本当の温かい目で見守るやつ。本当に。でもこんなんね、なんでやろうと思ったの？連れてこられた。なんでやった？頑張って。
ってみましょう。新人だからこれからもあのボルタリング界の未来を背負ってもらいたいと思う。ないよないよ、やったことない。まあ早っ、めちゃくちゃ早いよ。スポドリで鬼コーチになりました。っていうか、なんかめっちゃ楽しかったです。ちょっと普通にめっちゃ楽しかったんで、ちょっと次回ボルタリングプロレス杯みたいな普通にやりたい。ダメなのかな。ちょっとこの従業員の権限を使って、ここはね、多分まだまだやれるし、絶対みんなでやったら絶対楽しいので、ここはまたスポドリは必ずまたレスラーで査定したいと思います。おいスポドリ待ってろよ、お前らゴルフは多分できないからやらないけど、ボルタリングとこれと野球は査定してやるよ。ギャン